ビクトル・ルイス・トーレは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県、アスプルガズ・ラ・リブラガート出身のサッカー選手。プリメーラ・ディビシオン・レアル・ベティス所属。ポジションはディフェンダー。初期の経歴1998年に、FC ・バルセロナの下部組織に入団。しかしバルセロナではポテンシャルを発揮できず、12歳だった2002年に、大団を余儀なくされている。本人曰く、 バルセロナをクビになったとゴールドットコムのインタビューで語っている。RCD エスパニョールバルセロナの下部組織対談は、上コルネラアの下部組織を経て、2006年に RCD エスパニョールの下部組織に入団した。2008から09シーズンは、RCD エスパニョール B のメンバーとして、テルセーラディビシオンで優勝し、セグンダディビシオン B 昇格を果たした。 マウリシオ・ポチェッティの監督によってトップチームに招集され2009年12月6日のラシン・サンタンデール戦でプリメーラ・ディビシオンデビューした。不審にあえいでいたファクンド・ロンカリアに代わってレギュラーに定着し2009から10シーズンはリーグ戦22試合に出場した。ハビ・マルケスやディダク・ビラなど下部組織出身の同世代の選手たちの活躍もあり11位でシーズンを終えた。 2010から11シーズンは15試合に出場した。SSC ナポリ2011年1月31日、イタリアセリエ A の SSC ナポリに4年半契約で移籍した。移籍金は600万ユーロとヘススダトロとのトレード。ただし、イタリアの水になじめず、リーグ戦はわずか6試合の出場に終わった。バレンシア CF2011 年8月30日。 バレンシア CF と5年契約を結んだ。遺跡金は800万ユーロ。9月10日のアトレティコマドリード戦でデビューし、12月22日のコパデルレーラウンド32カディス CF 戦で初得点を挙げた。ベティス2020年8月31日、レアルベティスと契約した。2011年に U-21 スペイン代表デビューし、 同年6月にはデンマークで開催された UEFAU-21 欧州選手権に出場した。ありがとうございます。